皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁太郎プレゼンツバイオレディオでございます。さあ、ちゃん、はい、先週はですね、はい、まあいろいろ放送後反響があったようでございましてそうですね、まあまあね、謝らなきゃいけないところは謝りますがと思いながら、はい、さあ今週も先週に引き続き、はい、ゲスト同じ方なんで心配しておりますまた盛り上がるってすごいことになるんじゃないかなと思っておりますので、はい、それではご紹介お願いいたします。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介します。フリーアナウンサー、女子鉄アナウンサーの久野智美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご乗車ありがとうございます、はい、よろしくお願いしま します。そして森下隆一先生にも今週も来てもらってますよ、はい、ますまずはこの場をお借りして一週の活動を終わりましたいろいろありましたから、まあ、それこそ皆さん愛してますそう兄弟みたいなもんやから ね地元の電車が好きだというみんなの愛情でございます。それがちょっと溢れて、はい、溢れちゃっただけで、ね、満員乗車からね、はい、僕は阪急系の人間なんでお、はい、そうでございます。でもね、阪急さん、あの繰り返しになりますけれども、京都線も我々京阪が差し上げたものですからね。それも炎上しないの大丈夫です、それは大丈夫です、歴史ですから、はい、まあ、先週もご紹介しましたけども、はい、東急電鉄とファンというね、本をですね、はい、久野さん、ホリプロのあの有名な南田マネージャーとですね、はい、監修のもと本を出されておりまして、うん、これがまあシリーズといいますか、そういう感じになっておりまして、はい、もうね、あのいつ紹介できるかわからないんで、もう冒頭で紹介しておきますね、はい、さすが、はい、鉄道とファン大研究読本というのが第1弾だったわけですね、はいはい、こちらだってね、レイジさんとか、うん、ダーリンハニーの吉川くんとか、はい、斜め45度の岡安さんとかも、うん、なんか紙面に登場されるという。そうです、お世話になっててすごくよくしていただいて、もう10年来のお付き合いの皆さんです。はい、で第2弾で京急とファンっていうのを出してるんですね、うん、はい、はい、こちらもまたくるりの岸田さんとか、うん、六角誠二さんとかも出られてて、はい、そう、あのほぼタモリ電車クラブのメンバーで、ね、一応あの会員ナンバー24番を、はい、はい、で第3弾が東京メトロとファンということで、うん、あのラグフェアの土屋くんとかが出ているということ、はい、ほんまにだからテレビで電車好きだって言ってる人が、はい、みんなこれには出てくるような感じの 本ですよね、毎回ね。そしてご協力いただいてる、ね、作品になります。これがまた炎上しそうだけどさ、京急がどっかわからない京急とファンの京急、関西人京急わかるかな。あ、関西人の方は確かに聞かれてる方は分かんないかも。京王分かるし、東急分かるし、多分東武西武みんな分かると思う。小田急とかも分かると思う。小田急も分かる。京急ってどこに走ってんの、うん、品川と羽田。そう、品川とか羽田とか。飛行機乗ってる人はみんなあれ、先生飛行機乗んのに何で行ってんすか。いや、モノレール。あ、そっちか。乗るとしたらね。乗るとしたら。でも確かに最近電車の時京急使うけど、うん、あそこからどこ行くん京急って。京急の三崎口とか、あっち行ってのも逗子とか行ってのもあれですね。逗子、はい、葉山とか、そうそうそう、はい、行きますから、ね、三浦海岸ですとか。京急って大きいの？大きいですよ。大きい、あ、そうなん、大きいっていうか、まあ車両自体はねそんな長くないけども、車両自体は長くない。そう、そのなんつうの、編成自体がそんなに長くはないですけれども、遠くまで行きますよね。うん、で赤い列車で、うん、あの結構スピードを出すのでファンも多いんですよ、鉄道ファンの中では。なのでこのシリーズでは第2弾で出させていただいて、うん、それこ その羽田行く成田行く人はみんな絶対使うしね、うん、そうですね。あと横浜なんか使われる方も、はい、はい、上野から行くやつだね、京急だ、確かに。あ、上野からは京成ですね。また違う、また違いますね。炎上しそう。大丈夫です、あの、はい、普段使いされてない方はね、こうやって分からない方もいるかもしれないから、我々が背負って出しております、ね、でそのまあ高校在学中に、ね、はい、で乗ってた電車のおかげで黒沢はこのね、うん、鉄道マニアになっていくわけでございますけども、こじらせております。これ、はい、それこそ全国の電車に乗られたりしてるってことですか。はい、乗ってます。全国全世界乗車してます。世界も行って、うん、なんかちなみにですけど、はい、おすすめな、うん、まあ別に日本国内でもいいですし世界でもいいですけど、はい、ここの電車おすすめやでなんかあるんですか。ああ、やっぱりあのもし世界に行くとしたら、はい、皆さん一生に一回は乗ってほしいのが氷河急行、氷河特急って言われてるんですけど。氷河特急。はい、あのスイスの山岳地帯を走るんですが、うわー、景色良さそう。めちゃくちゃ景色が良くて、乗ったことあります？すごい。あのね、海外鉄のすごいとこってこういうお金持ちの先生とかがよく乗られてるんですよ。うわ、乗り合わせる方が。どういう電車ですか？ユングフラウ登ってくださいよね。あ、そうです、あのユングフラウ
そう、あのだからスイスの、その氷河の中に上がってくる、うん、そういうことか。そうそう、あれしかないよね、電車確か、あの上の方に上がるの、マッターホルンとかあるの。そうですね、あのユングフラウ鉄道もあるんですけど、氷河急行といって、あの、うん、レーティッシュ鉄道とかを走っている路線もあって、うん、で、あの先生がもし乗られている車両が、あのスイスの国旗のこう柄をモチーフにして、うんうん、天井まで大きく窓が取られているものだった。あ、それ氷河急行ですね、うん、だから、はい、観光用のやつですよね。そうです、あの、列車内でお食事とか食べる、そう、スイスアルプス あの風景を見ながらこう上がっていくやつで、そうそうそう、なユングフルとかマッターホルンとかも見える、そう、そう、遠方に見られる。で、一番上行くとスキーができるのよ、なんか観光用の。そう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 、でも氷河に向かって滑るから怖くて滑れない。あ、そうかそうか、死ぬんちゃうかな。いや、そう、おっしゃる通り、だからあれはもう人生で1回は必ず乗っていただきたい車両ですね。国内だとあります、うん、なんか国内のおすすめ、国内もおすすめありすぎて、どこから行きます、どこから行く、ね、なんかでもなんか黒部かなんかの登山鉄道なかったっけ、なんか、はい、ハッチバック方式かなんかでこう一回戻ってきたら、スイッチバックの方式だったら、あの、たくさんあるんですけど、まあ、今からのシーズンですと、うん、あの箱根登山鉄道乗った乗った乗った、乗りました、乗った、あれジグザグのスイッチバックで急勾配を上がっていくんですけど、うん、今のシーズンですとこれからあの梅雨に向けてアジサイのライトアップとかが出てくるので、これはね幻想的で、多分千代さんあの鉄道そんなに今のところの今のところ興味ないですよね、ですよね、ですね、そんな方でも楽しんでいただける、あの友達を連れて行って嫌われない路線ですね。あ、なるほど、はい、箱根の温泉とかもあるので、女性の友達を連れて行くときは、あの温泉があるとか景色が綺麗とか、そういう嫌われない要素をたくさんふんだんに入れて、ね、で、そう、あと箱根登山鉄道はそのレーティッシュ鉄道とかベルリナー線とか、その世界遺産路線と姉妹鉄道提携を結んでたりとかするので、ちょっとそれにこう似た車両とかも走ってるので、いや、ぜひおすすめというか、ね、大丈夫ですか、はい、ちょっと メモります、ちょっと忘れちゃった、ちょっと情報量が ね多いからね、ごめんなさいね、そうなんです、ちょっと前のめりすぎてね、もう忘れないうちに聞いとかないですよ。久野さんはちなみに車内のアナウンスとかをされてるんですか、はいはい、うん、あ、はい、車内放送されてるんですか、これ。そう、東部西部北総ので、はい、社内アナウンスをやっております。どういうことですか、西部聞きたいな、西部、西部鉄道、高校生でずっと乗ったから、西部は。じゃあ、あの一番新しい特急車両の特急ラビューって乗ったことありますか。ない、当時なんてエコダマでだから普通。ああ、そら特急乗れへん。じゃあちょっと特急ラビューの、はい、じゃあ、はい、池袋線の、はい、じゃあ、あの行きますね。今日も西部鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は特急ラビュー西武秩父行きです。こんな感じでちょっと太めの声で、はい、させていただいております。さあ、ケイハンさん、今がね、すすめだよね、今だったら安く多分仕事をやってくれると思うな。でもね、意外と聞いてるかな、ケイハンさん。実はもうね、7年ぐらい前からやらせていただいてるんですよ、ケイハンさん。あの西武、あ、ね、東部西部北総のナースをやらせていただいてるのが実は結構前からね、ちょっともしかしたらあのノースが高く売るかもしれない、分かんないけど。ちなみになんですけど、はい、うん、これってオーディションみたいなのがあるんですか、どういう発注なんですか。すごい、あ、でもなかなか、そうですね、みんなやりたいでしょ、だってこんな、あ、もうおっしゃる通り、はい、憧れてるアナウンサーの方多いんですけど、はい、私はもともと西武さんに関してはNAC5のロケとかで、はい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 、あの西武遠征をたくさん取材させていただいてて、うんうんうん、でスタッフさんからご指名で52席の私服というレストラン列車がデビューするときにあのオファーをいただいたのがまず一つ。ほう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 。で、あの東武さんに関しては、東武さんも、ね、イベントでご一緒するようになっていて、うんうんうん、そこからあのご指名いただいてという形になりますね。やっぱそうだからみんなまずイベントでやる、うんね、そういう自分が電車大好きだっていうことをいっぱいアピールしてもらって、この会社の人に目をつけてもらうとか最初ですね。もし聞いてる方でやりたい方、いい方ですね、はい、いやでもあの本当によくしていただいてて、あの大好きな人にやらせたら面白いんじゃないかって思ってくださる、宣伝もしてくれるし、いて、そう、本当に勝手に宣伝するから、うん、こういう形で、でおまけついてくる、はい、あと久野さん、そのね、僕、はい、あ、こういうの無知ですけど、鉄道の人ってほら撮り鉄とか乗り鉄とかいろいろ言うじゃないですか、うん、はい、黒さん何鉄なんですか。私基本乗りですね。乗りのが大好き、うん、いただいてます。新幹線乗らない人じゃん。
新幹線も乗りますよ。そういや、うん、乗り鉄の人で新幹線の、ね、わざ在来線の人も知り合いにいるからさ、うんうん、あ、でも鉄道が好きだからって何時間もかけて乗るっていうのは僕的には頭クエスチョンいっぱいなんだけど、はい、だから乗り鉄の人ってそういう印象が強いんだけど、わざと在来線の各駅停車に乗るとかさ、うん、あ、それもでもありますよ。やっぱり沿線の空気感を感じるときには、はい、在来線がいいですし、ね、急行よりも快速よりも各駅停車の方が生活も見えるし、ね、そういう人ね、生活も見たいですね。その人たちそうそうそう、どういう人たちが乗ってきてたか、だから絶対ね、そういう人とは付き合いたくないと思う。あの、告ってもないのに振られました。その電車の音を聞き分けたりもする人いっぱいいるじゃないですか、うん、あ、簡単なものはできますよ。いや、そのよく僕も全然分からなくて、はい、じゃないですか、あんなガタンゴトンのあの感じとか、うん、ブレーキの音とか、なんか何がちゃうんですか。え、だってモーターの音とかが全然古いし、そんな聞いたことないもんな。聞いたこと、チェさんもありますよね。いや、意識したことないないでしょ。電車の一番聞いちゃいけない方に、いや、電車の僕も全然電車に興味を持ったことが今までなくて、うん、はい、そのね、どうやそんなにみんな興奮して、うん、いろいろやられてるから、うん、はい、そんなに違うんや、音とかその乗り心地とか。あ、違いますよ。だってあの、なんだろう、京福電車、あの嵐電って言われてる嵐山の方行く、うん、あの路面電車だったりとかすると、それこそくるりの岸田さんがタモリクラブで耳つけてたと思うんですけど、床にあの釣りかけモーターっていう怒った犬みたいな、結構うーってうなる音のモーターの車とかが健在してるんですよ。でも先ほどアナウンスした特急ラビューとかですと、こう絨毯敷きだったりとかして、全然あの加速音とかもしない VVVF の最新の車になってるので、音が全然違います。はい、うん、それも出してもらえれば、多分当てられる方が多いと思います、乗り鉄の方は特に。これって NG だったらカットするんですけど、久野さんって結婚してるの。いや、してないです。鉄道が結婚してるからね。鉄道が結婚してるからね。そうそうそう、そういうのダメです、また炎上しますよ。いや、いいんですよ。いやいやいや、聞いた、間違ったこと聞いたからな。いや、でもそうなんですよ。でもね、鉄神様にだけは愛される人生をワンマン運行で爆走中でございまして。そう、そうなんですね。なんか結構あの、ちょっとね、人生に迷ったなっていう時に、なんか鉄神様がね、降りてくるんですよ。はい、まあ、ノースでは初めてのタイプのタレントさんだね。事務所ではね、こういう見たことないな、ね、吉本にちょどっといるかもしれないみたいな。そうか、面白いわ。でもだからもう永遠喋れるんですもんね、鉄道に関して。学生時代かな、その鉄道に愛があるの。愛があります、高校の頃から。高校生からね。そうで、大学に入って、うん、それこそ在来線をこう乗り放題できる18切符、青春18切符あった、あった、あった。あれでこう全国回るようになってきて、はい、で社会人になってからは、その一緒に仕事にしてくれるね、あの鉄道名誉マネージャーの南田さんとの出会いがあって、うん、レールを引いていってっていう形になったので。いいですか、その、はい、乗る時に絶対持っていかなきゃいけないアイテムとかなんかあるんですか。自分の中でこう鉄道手帳っていうのがあります。鉄道手帳、うん、はい、全国の路線をこう、あ、自ら作り上げてる手帳があるってことですか。違います、違います。あの、情報が書いてある鉄道手帳っていうのが、っていうのを売ってるんですか。はい、売ってます。今尾圭介さんが書かれている有名な、それはバイブル的なものなんですか。そうそうそう、で乗ったりとかするとちょっと乗り潰していったり。もう終わりだけどさ、もう一回来てほしいな。話が終わんなかった。本当ですか。やったー。接続乗車、本当に。ね、いや、ね、ただまあ、うん、他に何が聞きたいねんって言われても僕もわからないもはや。なんか楽しみだった。ゼロキロポスト。そうね。うん。もう一回聞きたいな。めっちゃ暇だと思いますけど、来てもらって。意外と忙しいですよ。忙しいですよ。毎週末のコンビ。最終電車の中で。はい。あの、九州に行かせていただいてて。終電がある限りちょっと来ていただきたいと思います。はい。それでは、もう事務所の隔離も取らず来てもらおうと思います。では、はい、最後曲紹介、今週の曲紹介、おすすめの一曲をお願いいたします。はい。ショコラ&アキトさんで扉をお願いしたいんですが、私、あの、鉄道が恋人でラジオが親友なんですね。で、あの、また始まったって感じですけど、はい、あの大好きな赤江珠緒さんの番組のオープニングテーマ曲でもあった、はい、こちら扉をですね、ちょっとあの玉結びリスナーの方ももしかしたら聞いてくださってるかもしれないので、はい、ちょっと地元、まあ、関西の曲ということでこちらをお願いしたいと思います。それでは参ります。ショコラ&アキトさんで扉。